一に憧れ続けて30年小麦色の肌、素足に怪物、身長154センチ、ちょっと小さな石田純一、小石田純一です。どうぞよろしくお願いします。小麦色、ありがとうございます。たくさんのお客さんでね、本当にありがたいんですけど、嬉しくてしょうがないですね。こんなたくさんのお客さんで、こんなたくさんのお客さんがね、この会場に集まるとね、小石田ちょっとのおまなです。楽しいね。小石だ、おしゃれなデートをしてみたい。でもちょっと自信ないから、今ここで練習してみようと思います。じゃあ今から僕、おしゃれなデートの練習をしてみるから、みんなはそんな僕を、その綺麗な瞳で見つめてて。それじゃあ、レッツトレンディ。ああ、こうして久しぶりにリコとデートができて幸せだったな。それにしても最高だったね、J-WALKのコンサート。J-WALKはトレンディだもんね。J-WALK、ウォークマン、ウォーズマン、J-WALKがトレンディ。J-WALK、J リーグ、杉咲 J 太郎、J-WALKがトレンディ。本当最高だったね。でもこんなねデートがもう終わるのはとっても寂しいからさ、ちょっとお茶でもしてかな。ちょうどスタバがあるしね。スタバもトレンディーだよ。スタバ、ベローチェ、ドムドム、スタバがトレンディー。スターバックス、オートバックス、バイクを、スタバがトレンディー。行こう。さてどのコーヒーにしようかな。何でもいいの行こう。じゃあスタバラテにしようかな。サイズはどうする？トールかショートか。トール？リコ、トールがどれくらいのサイズか分かってるの？うん、トールは175センチ。175センチって、ノンノンノン。それはトールはトールでも風間トールだろうが、もうノンノンノン。トールは185センチって、それは中村トールか。みんな元気かな。いや、なんでもないもん。トールはちょっと寂しくなるからショートにしよう。じゃあね、スタバラテのショートを2つで、リストレートしてもらっていい？リストレートっていうのはエスプレッソの量を少なくして苦味を抑えること。僕ぐらいトレンディーになるとカスタマイズがすごいから。じゃあリストレートしてもらったら、冷めるのが嫌だからエクストラホットで、ミルクはノンファットと 2%。そしたらグリーンからのショットをティーにオンしてダブルボギーでパターで決めてください。そしたらファンタスティックでクールなバイスを加えてもらって、ドトールなエクセシオールでモンスーン。それではお願い。無理だって。なんでなんでそんなできないの。全然トレンディーじゃないよ。もうリコ帰ろ。帰ってお家でコーヒー飲もう。何リコ、え、うちで飲むコーヒーがトレンディーかって。確かにうちで飲むコーヒーはトレンディーじゃない、ブレンディーだ。うっしゃー。